こんばんは。はじめまして、ミントです。この前一番初めに本当に初めましてで撮ったと伺ったんですけど、それを間違えて消しちゃって、でその後も抹茶のお菓子を買ってっ紹介っていう感じを撮った、それも間違えて消しちゃって、で改めて初めましてって感じの動画をちょっと撮り直そうと思って今撮ってます。うちの猫です。私の名前を、まあ、ヒトミントって名前なんですけど、猫がこのうちの猫がヒトミって名前で、でヒトミとで私ミント好きなので、まあでもね、本当は抹茶が好きなんですけど、でミントも好きなのでヒトミントって名前にして、2人名前掛け合わせた名前でヒトミントって言います。よろしくお願いします。にゃん、人見て名前だけどオスです。猫と私の一人と一匹暮らしです。間取りは 2DK ですかね。で今撮ってるのがリビングなんですけど、多分ここが一番撮る回数が多いかな、多くなるかなっていう感じです。で今日猫のものをちょっと買ったので、猫のものもちょっとついでに紹介してみようかなと思います。でまず買ったのが猫のトイレ砂です。うちシステムトイレなので、トイレ砂デオトイレの砂買いました。で、ね、またたびです。たまにこれあげるとペロポよくするんで、今もなクン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 します。まだ開けてないはずなんだけどクンクンしてます。とこれモンプチのピューレ、いつもあのチャオチューレ、こういうなんか液状のおやつあるんですけど、モンプチのおやつを初めて見てちょっと買ってみました。なんかつぶつぶのマグロ入り、マグロピューレって書いてある、多分普通のやつより美味しいのかなと思って買ってみました。で結構毛玉を吐くんですよ。だこれをね買ってみました。また猫草をやったらいいんだけど、植物とか育てられないん でこれをあげてみたいと思います。でこれは本当に試しで、これこの2つがすごい安いんですよ。30いくらとかで、ちょっと美味しい、まあ、私食べないですけど美味しいのかなと思って、猫のおやつに開けてないけどクンクンしてる。匂いする、匂いする、ん違うか、知らない匂いだからです。で比較だから、じゃこれをあげてみたいと思います。ピューレキスって名前です。もうプチの、うちの猫こういうペースト系のおやつが好きなんで、多分ね、あ、いつものでもチャオチュールよりちっちゃいです。食べる？わかるの？美味しいかなこれ。食べる？じゃ食べる？はいはいはいよ。どこ行くの？これこれ。はいよ。はい。食べる？いい匂いする？ん？いい匂いする？よいしょ。じゃあ見えるようにちょっとこっち来て。じゃん、よいしょ、行かないで、そったら食べにくいか、どうがいいかな、こう、へいへい、ぴちゃんどうぞ、ん見えない、出てる、おいしい、はい、ないよ、ないないね、うん、美味しかった、美味しかった、うん、美味しい美味しいだった、美味しかった、美味しかったにゃん、うん、美味しかったにゃん、美味しかったにゃん、ごちそうさまでした、うん
ミントでした。にゃん、バイバーイ。